だからこそ満身の怒りを込めて抗議したいと思います。現時点で最も怒りを覚えているのは、時間を短くした際、時間を短くしたから後で喋らせろと言われた場合というふうに、懇談会を環境省が主催しているはずです。にもかかわらず喋らせろと言われた場合という表現が内部資料でまかり通っているこの事態は、こういったことがあったということは本当に信じられない、そして二度とあってはならないということだと思います。次に馬場雄貴君。馬場君。馬場雄貴です。どうぞよろしくお願い申し上げます。会派を最後に代表して質問いたします。この間すでにあるさまざまな議員から指摘がありましたが、水俣病患者の懇親会におけるマイクオフ事件につきまして、応援したい賞だからこそ満身の怒りを込めて抗議したいと思います。部会や国対ヒアリング含めさまざまな資料が都度提出されてきている状況ですが、現時点で最も怒りを覚えているのは皆様が作成した資料になります。提出いただいた懇談会のシナリオ資料、おそらく分かられると思うんですけど、時間を超過した場合の3つのシナリオが書かれていたはずです。そのうちの2つ目に書かれていた言葉、思い出していただきたいですが、時間を短くした際、これ括弧書きで書いてます、時間を短くした際、時間を短くしたから後で喋らせろと言われた場合というふうに2つ目に書かれています。間違いないですよね。懇談会を環境省が主催しているはずです。にもかかわらず喋らせろと言われた場合という表現が内部資料でまかり通っているこの事態は、私は看過しがたい状況だというふうに思いますし、環境省だけではなく岸田政府そのものが、岸田政権そのものがその姿勢でいいのかということは甚だ問題であり、これは許しがたい事項であるというふうに言わざるを得ないと思います。大臣に改めて伺いたいと思いますが、すでに松木健康議員からもございましたが、4月イタリアトリノへ行かれていたはずです。大事な G7 の気候エネルギー環境大臣会合だったと思います。この時に大臣は途中帰国なされています。大事な会合でありながら途中帰国された、その何の会合に出られるためであったのかお答えください。上野田環境保健部長。はい、懇談の場 の運営のあり方についてご指摘いただきましたので、ちょっと事実関係経緯等を含めて、お答えさせていただければと思っております。まずもってですね、この度発言の途中で、マイクを切るという不適切な対応によりまして、関係団体の皆様方に不快な思いをさせてしまったということ、大変申し訳なく、はい、事務方を統括する立場の環境保健部長として責任を痛感しております。でその上で経緯でございますけれども、この環境大臣と、ですね、非常に、タイトな時間の中で対応しなければいけないということで、今回の懇談につきましては、40分間の開催時間の中で、環境大臣の冒頭挨拶、要望書の施行、また8つの団体のご発言で、環境大臣からの締めのご挨拶、これは可能な限り回答ということで予定してまして、各団体には事前に3分以内でご発言を準備していただいたということです。我々の立場としては、この準備いただいたご発言についてですね、しっかりと発言いただけるような時間を取らなきゃいけないという。シナリオの中で2つ目に書かれたことは事実ですね。はい、それだけです。はい、それで、思いとしては発言、準備された発言をしていただき、また大臣の方からですね、それを受けての回答をしていただくということを事務方としては考えてまして、大臣自らメモを取りながら非常に、はい、ということでございまして、今回の件についてはひとえに事務方の、不手際であったということでございます。伊藤環境大臣。ご指摘のとおり4月28日から30日にかけてですね、イタリア共和国トリノで開催された G7 気候エネルギー環境大臣会合に出席しておりましたけれども、
環境大臣として途中で切り上げて帰国し、5月1日に熊本県水俣市で開催された水俣病犠牲者慰霊式に参列させていただいたことでございます。委員長、馬場君、ぜひ質問にのみ答えていただきたいと思います。残り10分になってしまいましたので、大臣ありがとうございます。まさに世界の会議、会合、大事な会合を欠席してまで、途中帰国されてまで参加されたのが水俣病患者との懇談会であったと。その姿勢を私たちは本当に評価させていただきたいと思っていますし、でもだからこそ内部の裏側で、逆に言うと裏側で起きていたこういったことがあったということは本当に信じられない、そして二度とあってはならないということだと思います。本当にここから先、環境省も都合の悪かった事実も含め、素直にお話ししていただきたいというふうに思っていますし、事実関係を明らかにしながら、そして、今一度ですね、ここにいる全員で、そして環境省の職員の皆様、関係者の皆様全員で改めて志を確認し合って、問題解決に一丸となって、取り組むことができる環境を私も努力して作らせていただきたいと思いますので、ぜひともリードしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは法案の改正案についていきたいと思いますけれども、